ははい皆さんこんこにちは一円サッカー部です、えっと、今回紹介するのは、えー、ウールさんが出している、えー、こちらの、えー、キーパーグローブを紹介していきたいと思いますでちなみにウールシュポールトを知らない人に説明すると、えー、キーパーグローブをはじめとしてゴールキーパー用品を作っている、えー、ドイツにあるキーパーブランドの、はい、会社ですね、はい、それでは詳しく紹介していきます はい、えっと、今回買ったのはプロコンフォートテキスタイルスーパーソフト100131ブラックホワイトを買いました、えっと、こちらのキーパーグローブは、えっと、グリップ力が非常に優れていて、まあ、練習用とかにはあんまり条件を見なしてないんですけど、えー、4mm パームという、えー、厚いパームを使っているのが特徴ですね はい。詳しく見ていきたいと思います。えっと、外側は、えー、このような感じで、黒と白を基調として作られていて、えー、ここには、スーパーソフトという、まあ、文字が入っています、えー。そして、表部分は、表部分、まあ、キャッチ部分は、えー、白を基調として作ってあります。で、こちらのパームは4ミリパームなので、非常に厚くて、えー、キャッチした時に、えー、手が痛くなったりするのを防いでくれます。 そしてもう一つの特徴は、ここがメッシュ的スタイルになっていて、手から出た汗を外へ逃がしてくれるというのが特徴です。えー、それで、えー、人差し指と小指の部分だけなんですけど、えっと、ファングマシーネカットというのになっていて、えっと、指がね、普通こんな感じで縫われてるんですけど、 えっと、ファングマシーネカットというのはこの内側に縫い込んであるの,あるのでえボールがこう逃げようとしたときに、えー、この側,側面部分でもキャッチを捉えてくれるというのが、えー、特徴ですねはいそれではちょっとつけてみたいと思いますはいちょっとつけてみましたえっとこんな感じですねはいえっと4ミリパームの弱点というかまあどうしても こうなってしまうところなんですけど 4mm パームというのはさっきも言ったんですけどパームが厚いのでえキャッチする部分にはいいんですけどパンチングするときにこう指を曲げますよねのときにあのちょっと曲げづらかったりするのがちょっと弱点かなと思いますえっとあとここの部分がえ V ノッチというまあここに切れ目が入っていてえーキーパーグローブをつけるときに え、付けやすい、えー、あと脱ぎやすいっていうのがあるんですけど、それが付いてないのもこのキーパーグローブの特徴というか、まあ、弱点ですね。まあ、基本的にっていうか僕的になんですけど、V ノッチあんまり好きじゃないんですよ。はい。V ノッチなんで好きじゃないかというと、えー、土が中に入ってきてしまったりするので、えー、あんまり好きじゃないので、僕的には V ノッチない方がいいかなと思ってます。で、ちなみにこのバンドの部分は、 えー、大体そうですね。えーまあ、1 0ンチから2 0ンチ大体2 0ンチくらいだと思います。えー、長いわけでもないので、えー、そこはちょっと注意してください。はい、ということで、今回はウールさんが出しているキーパーグローブの紹介でした。